コモディティの基礎知識、発金の第5回、世界の発金市場、発金先物取引の実際についてお話したいと思います。まず、世界の発金先物市場です。こちら、大阪取引所 OSE で発金が取引されております。大阪取引所の発金先物取引は3種類ございます。1つが、発金標準先物。もう1つが、発金右先物。もう1つが、発金現実先物になります。発金標準先物に関しましては、 ま、1グラムあたり、まあ、1円刻みで取引が行われてまして、1枚が500グラムになっております。で、右先物は、その単位が5分の1、100グラムになっております。で、発金、現実先物に関しましては、まあ、現月がない取引になっております。まあ、この3本立ての構成になっております。で、大阪取引所の発金先物と取引の特徴ですけど、まあ、一つが、円立ての発金の使用価格になっております。 ま、円立て、1g あたり、ま、発金がいくらなのか、え、この国内の使用価格になっております。で、海外との比較なんですけど、特徴としましては、ま、塔切り、地化物よりも木先減月の売買が活発に行われている。こういった特徴があります。ま、海外ですと、ま、置き渡しが近い塔切りとか二番切り、こういった売買が活発ですけど、国内に関しては木先減月、こちらの売買が活発な傾向がございます。 特徴としましては、当然ドル建て相場の動向、こちらからも強い影響を受けるんですが、国内、あくまでもこれ円建ての相場なんで、ドル円相場の影響からも強い影響を受ける傾向がございます。こちら、詳しい取引許可に関しましては、JPX のウェブサイトの方をご覧ください。続いて、CME グループの n メ m e x を見ていきたいと思います。これ、いわゆるメディアでニューヨーク発金先物、ニューヨークプラチナ先物と言われるものがこちらになります。 まあこちらも、えー、こちらの場合ですと、1オンスあたり、えー、ドルセント刻みでな取引が行われております。でこちら、えー、特徴としましては、ドル建ての発金先物の,の国際使用価格になっております。まあ、ロンドンの方に現物取引もあるんですけど、先物取引、世界最大のマーケットが、えー、NIMEX の発金先物になります。まあ、こちら、金とか他のコモディと同じように、ほぼ24時間値段の方を発信しています。 まあ月曜日から金曜日まで、まあ20、ほぼ24時間カバーしてますので、まあどれだてのハッキ相場が今どういう動きをしているのか、ということで最重要視される傾向がございます。で、特徴としましては、まあプレイヤーが多岐にわたってるっていうのがあります。まあヘッジファンド、まあ投筋から、まあ鉱山会社、あと現物の需要家、あと商社、まあこういったいろんなプレイヤーが参加してますんで、まあ比較的市場のボリュームが、えー、厚くなっている、こういった特徴があります。 で発金先物取引の活用方法、あと留意点についてお話したいと思います。発金先物取引の活用法ですけどえ、まず注目してもらいたいのは、今、発金相場が、金属と工業,工業用金属、どちらの性質を重視して売買しているのか、こちらに注目してもらうと分かりやすいのかなと思います。まあ、金属としての性質を重視しているんでしたら、まあ、金相場と連動しますし、まあ、逆に工業用金属としての性質を重視していると、 同相場との連動性が重視される傾向があります。まあ、このため、ハッ相場単体で見ないで、まあ、金相場との関係性、同相場との関係性、こういった他の金属、あと工業金属の動向と合わせて見てもらうと分かりやすくなるのかなと思います。で基本的には、これ工業金属としての性質がありますので、景気拡大局面で値段は上がりやすいと。逆に、景気の縮小局面で下がりやすい。 こういった傾向は認められます。特に発見に関しましては、まあ、需要の大部分が自動車配合職場ということで、自動車市場が今成長しているのか、それともちょっと止まっているのか、この辺に注目してもらうと分かりやすくなります。あと、主要な需要項目で言うと、工業関連の特にプラント建設の動向がすごい重視される傾向がありますので、まあ、中国、特に中国なんですけど、中国で、 まあガラス関連のプラントとか石油化関連のプラント、こういった建設がどんどん進むと、プラチナ需要、発金需要も増える傾向があります。で逆にこれ、まあ景気の交代局面とかで、こういったプラント建設の計画が止まる、どんどん作っていけないとなってくると、工業関連の需要減る、減るというか抑制される可能性もありますので、まあこういった、特に中国経済の動向も重視してもらうと分かりやすいのかなと思います。 で、当然これ、発金に関してはコモディティなんで、需給バランス、ないしは需給見通しというものが価格に影響を与える、えー、価格に大きな影響を与える傾向はあります。えー、当然これ、供給不足だったら値段上がりやすい。逆に供給過剰だったら下がりやすい。こういった傾向はありますけど、過去の、えー、こういった需給動向と発金相場の関係を見ていくと、必ずしも供給不足だったら上がる。供給過剰だったら下がる。というこういった単純なマーケットではないですよと。 で、この辺は他のコモディと比べて、やはり需給以外の要因が与える影響が大きくなってますので、やり注意が必要かなとは思っております。で、一方、これから、の波及相場の取引していく上で注意が必要なのは、電気自動車、まあ、EV の普及状況、まあ、この辺は注意が必要かなと思います。まあ、今、世界的に、まあ、ガソリン車とかディーゼル、ディーゼル車、この辺をちょっと減らしていって、まあ、どんどん EV にシフトしようという大きな流れがあります。 で、この辺がうまくいくと、まあ、どんどん自動車ガス関連の触媒需要、抑制されていく可能性があります。で、逆になかなか EV の市場がどんどん膨らまない。ないしは EV が膨らんでもガソリン車とかディーゼル車、同じように共存して市場規模が維持される。となると、発金需要というのは、まあ、減らないでむしろ増える可能性もあります。まあ、この辺、まだ先行き不透明感がすごい強いテーマになりますので、えー、電気自動車の市場、 これからどうなっていくのか ?5 年後、10年後どうなっていくのか、えー、なかなか先行きが見通せない状況にありますので、これが今どういう動向にあるのか、えー、注目してもらうと、こういった自動車配合職場への需要動向、見る上では参考になるのかなと思います。まあ、ハッ業界では、まあ、こういった仮にこういった EV の需要、抑制されても、例えば水素発電とか燃料電池、こういった他の新しい脱酸素自体の需要を作っていくことで、まあ、掃除をカバーできると。 見ていますけど、まあこの辺も、まあ、EV 関連と同じように、これからちゃんと市場が拡大するのかと、それともなんかつまずくのかとか、かなり不透明感が強いテーマなんで、まあ、EV とかこういった水素燃料電池、これからどういった動きを見せていくのか、も注目してもらうと、まあ、これから発見、例えば5年後、10年後、どういった世界になっていくのかというのが、えー、分かりやすくなるのかなと思います。まあ、こういった最新の動向にも注意してもらうといいのかなと思います。 で続いて、発金先物取引の留意点についてお話したいと思います。え、これ、今お話し,しましたように、これ、エネルギーとか施鉄金属のと同じように、受給構造の変革期を迎えております。まあ、自動車職場需要環境、これからどうなっていくのか、水素発電というのは本当にうまくいくのかと、まあ、こういったのに対する情報にも感度を高めてもらうと、まあ、発金需要動向、分かりやすいのかなと思います。で、 大きな特徴としてはこれ、金とか非鉄金属との連動性というのが議論されやすいんですけど、市場規模がこれらの金とか、まあ銅、ニッケル、アルミなんかと比べると、規模が極めて小さいので、陶器マネーの影響を受ける傾向があります。で、このため、まあ、他の例えば貴金属とか工業金属と比べると、陶器マネーの出入りによって、まあ思わぬ値動きをすることもありますので、まあこういったリスクを持っている市場ってことは認識が必要かと思います。 で、あと他のコモディと比べて、為替相場の影響をより強く受ける傾向があります。まあ、こちら、ン、まあ、金に関しては工業金属と同時に、金属でもありますので、金と同じように、こういったドルの動向とか、国内で言うと円相場の動向というのを強く受ける傾向がありますので、為替に関しても、まあ、ぜひ感度を高めてもらうと、値動きというのを分かりやすくなるのかなと思います。 で、続いて、発金先物取引の実際についてお話したいと思います。まあ、発金先物取引を行う上で、どういった指標に注目してもらえばいいのかという話になります。で、マクロ時給データに関しましては、まあここ、こ、え、れ、ー、業界団体がありまして、w p i c という頭持ち出てますけど、こちらが市販機ごとに、えー、時給データの方を発表しております。えー、今、まあ、発金の時給動向はどういうふうにあるのか、供給過剰なのか、供給不足なのかとか、 まあこういった報告を行っています。またデータだけじゃなくて、それに対する解説も行っていますので、まあこういったまあ国際機関、これ南アフリカの参勤業界が作っているものですけど、まあこういったどういった時給データが出ているのか、それを、それに対して、まあ業界はどういうふうに見ているのか、こういったのもカバーしてもらうといいのかなと思います。でもう一つ、二番目、アメリカの商品先物取引委員会、まあいわゆる CFTC、 内部要因のデータを毎週金曜日の引け後に発表しております。これ火曜日時点のデータになりますけど、えー、例えばファンドが買ってんのか売ってんのか、えー、こういった内部要因関連のデータも出ますので、えー、この辺もマーケットでは充実される傾向があります。これファンドだけじゃなくて、例えば現物筋の動向も出てますので、こういった誰が今買って上がってんのか、誰が売って下がってんのか、こういったのも把握してもらうといいのかなと思います。 で、これ以外では、まあ、はっに関しましては、自動車配ス職場、この需要用途が大きいので、えー、自動車市場の動向というのは重視される傾向があります、えー。各国の生産動向、あと販売動向、こういったのも見てもらうといいのかなと思います。まあ、この辺、自動車職場需要の指標、えー、になりますし、あと、まあ、o s c 大阪取引所の関連のコミュニティですと、天ネゴムというのもありますが、 これもタイヤ需要関連で、こういった自動車市場の動向を見ていきますので、こういったのも合わせて見てもらうと、まあ理解深まるのかなと思います。まあ特にこれ、まあ市場で言うとやはり中国とかアメリカの動向に注目されますけど、各国の自動車生産、販売、今どういったトレンドにあるのか、まあ世界全体の動きを見てもらうと分かりやすいのかなと思います。まあこれ以外ですと、各種のマクロ経済指標、特に発揮に関しては製造業の指標、 が重視される傾向にあります、まあ、金の場合ですと、まあ、インフレとか、えー、マクロ経済動向が重視されますけど、発金に関しては、やはりこれ工業金属としての性質が強いものですから、えー、製造業関連の指標というのが重視される傾向にあります。まあ、アメリカですと、例えば ISM システムなんかもありますし、まあ、中国でも製造業の PMI、かなり発表されてますので、こういった動向を見てもらうと、発、まあ、金、これ非鉄金属も共通するんですけど、 工業関連の需要が今どういった関係なのか、今トレンドがどういう方向に向かっているのかというのも把握しやすいのかなと思います。まあ、この辺も合わせてみてもらうと分かりやすいかと思います。まあ射区関連でいうとその他にも例えば個人消費関連とかも重視される傾向がございます。で、これ実際の時給データはどういうものがあるのかという、データはどういうものがあるのかという指標になります。 で、これ左側が WPIC の、えー、市販機報告になっています。まあ、これ上から、えー、供給。これ国別の南アフリカとかジンバーベイ。こういった数字も出てますし。まあリサイクル供給。まあリサイクルもこれ自動車なのか、宝食なのか。こういったデータが発表されています。まあ需要関連では、まあ自動車職場まあ宝食、あと工業関連もこれ,これ細かく区分されてますんで。まああと投資需要。 この辺、まあ、年間の数字、まあ、今年来年どうなってくるかと、あと市販期ごとの確定値が出てきますので、まあ、この辺を見てもらうと、今、発金の受給構造全体がどういったトレンドにあるのか把握しやすくなるかと思います。で右側はこれ CFTC の内部要因のデータになります。まあ、こちら、えー、ノンコマーシャルズっていうのがこれ投機数字、コマーシャルズっていうのがこれ実数になっています。 え、これ、ロング、ショート、スプレッドと、3区分になってますけど、まあ、買いが、買いを増やしてるのか、売りを増やしてるのか、もしくは減らしてるのか、こういった、例えばファンドが今どういう売買をしてるのか見る上では、こういったのも注意される傾向はあります。まあ、どんどんファンドが買って上がってるのか、それとも単純にショートカバーだけで上がってるのかとか、こういった内部用意を見ていくと、なんで上がってるのかっていうのがよく把握できますので、この辺のデータも合わせて見てもらうと、まあ、ハッキングソが今どういった関係があるのか、 よくわかるのかなと思います。